始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、りちゃんです。今日はラガー風カラコンで超有名なアイクローゼットのワンデーシリーズのカラコン全種類をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、アイクローゼットのワンデーシリーズのカラコンを全色レビューしていきたいと思います。アイクローゼットの商品はもう今までね、全種類ほぼ使ったことがあるんじゃないかなって思うぐらい、まあ新色は使ってないんですけど、まあね、既存のカラーっていうのはもう全部過去に使ったことがあるぐらい大好きなカラコンです。まあこのアイクローゼットの売りが、まあ、ラガン風っていうとこですね。ナチュラルに可愛くなれるっていうとこで、中にはですね、橋本環奈ちゃんレンズっていうのもあるので、まあそういう名前ではないんですけど、それで話題になったねカラコンもあるので、ぜひ見てください。あ、ちなみに私がいつもカラコンをゲットしているサイトはホテルラバーズさんっていうカラコンサイトになってます。概要欄にリンク貼っておきます。カラー展開を紹介していきます。クリアベージュコーラル、クリアベージュ、シルキーブラウン、ガウスショコラ、シルエットキャメルの5種類ですね。最初に言っておくんですけど、このカラコンね、私ずっとあのワンマンス1ヶ月用のやつを使ってたんですけど、ワンでちょっとねデザインが違いますね。なんか同じなんだけど、あの着色直径とかなんかちょっとデザインが若干違う感じのものもありました。なのでまあそれの比較っていうか使ったことがあるので、1ヶ月とワンデーの違いっていうのもね、ちょっと話していきながらレビューしますね。はい、まずこちらクリアベージュコーラルからつけていきます。はい、片目入れてみた感じはこんな感じです。こっちの目に入ってて、こっちが裸眼ですね。はい、両目入れてみるとこんな感じです。照明を消してみるとこんな感じですね。本当になんか色素が薄いみたいな感じに見えますね。目がちょっとこううるっとして見える。でもそんなカラコン特有のこう不自然さっていうのはなくて、すごく目が可愛くうるうるして見えます。これはですね、クリアベージュコーラルってやつのクリアベージュっていうカラーの、まあ色違いというか新色で出たちょっとピンクっぽいレンズなんですけど、なんかね、こっちのクリアベージュコーラルの方がクリアベージュよりもちょっとこう、なんていうのかな、明るい気がしますね。ちょっとこう薄ピンクみたいな感じの気がします。髪の毛がねハイトーンの人とかはこっちの方がいいかもね。でも全然ほんと裸眼っぽいので、ほんとどんな場面でも使えると思います。カラコンってわかるかわからないかって言われたら、本当にカラコンに詳しい人が見たらカラコンだなってわかるけどっていう感じかな。まあただね、この内側が明るい分、やっぱり裸眼とはちょっと違う感じなので、まあクリアベージュの方がよりナチュラルな感じかなっては思いますね。こっちはちょっとこう髪色が明るい人向け、ふんわりした雰囲気にしたい人向けかなっていう感じかな。光速がめっちゃ厳しいとこだったら、まあバレるとは思うけど、市販のカラコンと比べちゃうと全然もう裸眼っぽくてナチュラルで可愛いです。次にクリアベージュです。さっきの色違いの元々あったやつですね。はい、こっちの目にクリアベージュをつけてて、こっちの目が裸眼です。はい、両方つけてみた感じはこんな感じですね。はい、照明を消すとこんな感じです。さっきよりもだいぶ自然な感じですね。なんかさっきのは内側がねこう薄ピンクだったんですけど、今回のはもうなんかつけてるかつけてないかわからないような感じですよね。まあ本当になんか裸眼を一回り大きくするっていう感じで、若干目の色明るくなったかな、なってないかなぐらいの感じですね。これはね、ほんとカラコンってバレないレベルだと思います。ただね、全然やっぱり裸眼と比べたらすごくね人相が良くなってるのがわかると思うんですけど、不自然じゃなく目をね可愛くしてくれるし、縁がこううっすらついてて、まあ、全体的にドットの着色でほんとうっすら色がついてるので、ほんとほんわりなんか色が乗る感じで、なんか全然わざとらしくないというか、ズレとかも気にならないし、ほんとどんな場面でもこれは使えるかなって思います。さっきのもナチュラルなんですけど、さっきの方がよりこうハイトーンとかこうカラコンっぽい感じで、こっちの方がよりナチュラルですね。学校とかにもつけていけそうなぐらいすごくナチュラルな
カラコンになってます。ちなみにこれがね、橋本環奈ちゃんのカラコンって言われているカラコンになってます。まあ、橋本環奈ちゃんの目って言われたらうんっていう感じなんだけど、裸眼でこの色だったらまあ橋本環奈ちゃんの目だなっていう感じですね。確かに最近ね、カンナロゼっていう橋本環奈ちゃんっぽいあのカラコンが出てると思うんですけど、それよりかは全然こうナチュラルで、ほんと裸眼っぽく橋本環奈ちゃんっぽい目にしてくれるみたいな。だからあくまでもカラコンをつけてるのに裸眼が綺麗な人っていう風に印象をつけられるレンズですね。次にこちらガウスショコラです。はい、こっちにつけて、こっちが裸眼です。両目つけてみた感じはこんな感じです。結構これはね、あんまりナチュラルっていう感じではなくて、結構目をクリクリにしてくれるっていう感じで、クリクリにしてくれるものの中ではナチュラルかなっていう感じですね。で、これね、ワンデーと1ヶ月用が全然、なんていうのかな、大きさが違うくて、レンズのデザインもね、若干違うんですよね。で、このワンデーの方がすごくレンズがね、大きいんだよね。あの、1ヶ月用はね、もっとちっちゃくて、こんな、なんか結構持ってるっていう感じの目にはならなかったんだけど、でもクリッとするデザインの割にはそんなにこう宇宙人っぽい目にならないから、すごい可愛くて、結構ね、盛りたい時とかはこれをよく使ってます。そして次にシルキーブラウンです。はい、片目だけつけてみた感じはこんな感じです。はい、両目つけてみた感じはこんな感じです。結構これはね、本当に裸眼っぽいです。なんかこう一色なんですよね。単色でこう縁とかついてないです。で、これはすごくナチュラルで、あんまりこうカラコンを入れてるっていうのが、まあカメラ越しにもね、わかんないと思う。そんなにね、裸眼の大きさを大きくするとかっていう感じではなくて、裸眼の色をね、ほんのり茶色に変えてくれる、そんなちょっとこうベールをかけてくれるような、そういった感じの発色です。どちらかというと私はこのシリーズのね、一番ナチュラルって言われてるクリアベージュのカラーよりも、まあ、ナチュラルなんじゃないかなってすごく思いますね。これはですね、使ったことがなかったんですけど、1ヶ月用だけど、すごくね、あの裸眼っぽいというか、シーン問わず使えそうな感じです。カラコンってバレにくいかって言われたら、なんかこう単色なのでバレにくいっていう感じではないかも。よーく見たらカラコンってわかるかなって思います。でもすごく裸眼っぽくて、そもそもカラコンつけてるって疑われないような感じの、すごくナチュラルな瞳になります。はい、次にこちらシルエットキャメルです。はい、こっちがつけている目で、こっちが裸眼です。はい、両方つけてみた感じはこんな感じです。シルエットキャメルも結構ワンデーと1ヶ月用のデザインが違います。ワンデーの方がすごくね、大きいんですよ。で、こっちの方が本当になんていうか、こうクリッと、まあ1ヶ月用と比べたら派手なデザインになってて、あのエンジェルカラーバンビシリーズのね、アーモンドみたいな感じです。普通にモル系のカラコンですね。これはあんまりナチュラルではないです。で、さっきのガウスショコラとつけた感じ似てると思うんですけど、ガウスショコラの方がまあより自然な感じかな。こっちの方がね、縁がしっかりとついてるので、こうドーリーっぽい目になります。これがね、このシリーズの中では一番まあ盛れるというか、こう派手というか大きめ、一番変身度が高いカラコンかなと思います。はい、ということで今回はアイクローゼットワンデーの全色レビューをしてみたんですけれども、買う時の注意点なんですけど、1ヶ月用の方がワンデーよりもすごくナチュラルです。ワンデーはすごくね、1ヶ月用と全然デザインが違いますね。まあ同じものもあるんですけど、ガースショコラとシルエットキャメルについてはすごくね、着色直径も大きくなっていますし、目がね、すっごいクリッとします。ワンデーの方は1ヶ月タイプはこんなにこうグリッとちょっと持ってるような感じの目にならずに、本当になんか裸眼っぽいですね。全部目がね、小さい方とかナチュラルに盛りたいって方はぜひね、全然違うので、このワンデーじゃなくて1ヶ月タイプの方を私はおすすめします。
け心地なんですけど、全部すごいね、レンズが薄くてほんとつけやすいです。夕方になってきても目がね、こう重くなってくるっていうかな、乾いてきてちょっとこう目が痛くなってくるとか、そういうことは全くなくて、やっぱりね、ワンデータイプだからすごい使いやすいなって思います。今回私が紹介したカラコンなんですけれども、私が結構一番おすすめというか可愛いなと思ったカラコンは、新色で出たクリアベージュコーラルの色ですね。まあ、クリアベージュもう本当に可愛いんですけど、クリアベージュコーラルの方がよりこう、なんていうのかな、儚い感じ、女の子っぽい感じというか、ちょっとこう、まあ本当ビビたる差ではあるんですけど、内側がね、ちょっと薄ピンクっぽい感じになってるんですよね。それが本当になんかこう、ふわっとした女の子みたいな感じになれるので、まあ私今髪もね、そんなに暗めではないので、髪が明るい人とか女の子っぽい雰囲気になりたい人、ふんわりさせたい人、そういう人にはね結構おすすめだと思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。